怪しいアジアンスタッドレスを買ってしまいました。経営店とかの表示がね、まあ画質的には観光農園の長男の動画が始まるよ。はい、長男です。冬ですね。また怪しいアジアンスタッドレスを買ってしまいました。まずはね、車両に、タイヤにね、ホイールに組み付けていきたいと思います。で、またレビューはその適正な空気圧入れたからね、レビューをしたいと思います。はい、組み付け終わりました。でね、一応組み付けて思ったんですけど、割と硬いかなって感じです。自作のチェンジャーがちょっとこの K のサイズだと組みにくいんで、この内径がね合わなくて、組みにくかったっていうのもあるんですけど、ちょっとタイヤ自体は硬いイメージですね。硬い感じでした。で思ったんですけど、経営店とかの表示がねないっすね。そういうのがない感じです。まあ一応中国製、メーカーはですね、インペリアル、中国製ということでメーカーでは書いてあったんですけど、どこ書いてあるかな、どこにあるかな、メイドインチャイナってことですね。中国製ですね。で、まあ、見ていくと一応見えますかね、スタッドレスとは書いてあります。まあ一応スタッドレスです。で、硬さですね、まあ画質的にはもう値段相応って感じですね。これね、送料入れて、1万5000円ね、4本でね、まあブリヂストンに比べると、ブリヂストン国産とかと比べるといくらぐらいかな、半額以下、3割、4分の1ぐらいの値段ですね。まあ送料が高かったんで、送料が6000円、タイヤ代が7000円ちょっとかな、はい、だったんで、まあ、送料で稼いでるのかなっていうところはありますよね。で、まあ硬さですね、一応、ヤフオクのホームページではですね、まあ、都会向け書いてたかな、まあスタッドレスですということで、まあこのか、まああんまり柔らかくないし、まあ機器自体はちょっとどうなのかなっていう感じですね。あまり効かないのかな。でね、タイヤのね、高さ自体もね、これ低いんですよね。他のスタッドレス、もうちょっとね、元の溝自体が高いような気がするんですけど、こちらはね、元の溝が少ないんですよね。5ミリぐらいですね。まあその辺もあるし、まあ硬い、あんまスタッドレス、特殊のゴムとは書いてありますけどね。まあ BS とか国産、難関とかと比べるとちょっとゴム質が夏タイヤっぽい、それが特殊と言われれば特殊なのかもしれないですけど、まあ都会派とかあんまり雪の降らない地域、ドライ路面を走っちゃうと BS とか難関って減っちゃうんですよね、柔らかいんで。なんでこれ履いたら、まあ減りも、そんなに少なくて、でまあ結構長い間あんまり硬さが変わらない、まあ今があんまり柔らかくないんで、長期的に見ても
まあ、そんなに変わらないのかなっていう感じです。またね、1年乗って、今シーズン乗ったらですね、ヘリとかねデビューはしたいと思います。それとあと雪道ですね、東京は雪がないので雪道乗れないので、また雪道走ったら雪道の走行レビューなんかもやりますが、そうですね、一応スタッドレスとは書いてありますけど、ちょっと血がついてるね、画面が映ってるかな。まあ疑問っちゃ疑問ですね。はい、ということでですね、今日はですね、中国製のスタッドレスアジアンタイヤですね、インペリアル、スノードラゴン2アイスプラス S110、 はい、組み付け交換後のデビューということで、撮影の方をしてみました。まあ都会派だったらいいのかなっていう感じです。まあ本格的な雪のところで乗るタイヤではないのかなっていう感じは、今日、タイヤ買ってみて組んでみて実際触ってみてですね思いました、ね、一応ね、まああんまりおすすめはしないかなっていうところですけど、まあ僕の中ではまあ引きだったら難関かな、値段的に見てもね思うんですけど、まあ長持ちするっていうところではいいのかなっていう感じもしますね。あんまりタイヤにおかげ値をかけたくない方ね、本当はかけた方がいいと思うんですけど、そういう方にはおすすめのタイヤなのかなと思います。まあ燃費の方は一応 D 表記ですね。これは何かわかんないですね。まあ雨ウェット性能 C というこれぐらいですね。まあ中間ぐらいの71デシベルということで、まあ音もまあスタッドレスですからね、そこそこ音はするのかなっていう感じです。まあしっかりね、結構ねこういうカードもね取ってあるので、まあその辺はちょっと気を使っているのかなっていう感じですね。はい、ではこの動画は参考になった方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Facebook でやってます。ぜひフォローの方もよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。バイバイ。